柳津駅は岐阜県岐阜市柳津町梅松一丁目にある名古屋鉄道竹花線の駅である。駅番号は TH02。以前の柳津駅は柳津町宮東一丁目77に設置されていた。カーブしている場所に駅のホームを建設したため、ホームは大きく湾曲しており、ホームと電車の間に隙間が開いていた。これに注意を促すアナウンスが流れていたほか、 転落検知マットも4両編成分すべての長さにわたって設置されていた。しかし、ホームへの転落防止の安全対策と利便性向上の理由から2008年6月29日に230メートル東へ移設された。移転当初は歩行者、通行者のみ通行可能な広い空間となっていたが、後に岐阜市により駅前の整備が行われ、ロータリー、 駐輪場が設置された。また、竹花線の駅では、唯一未導入であったトランパスを移設と同時に導入され、駅集中管理システムにより、無人駅として営業されている。なお、移転に伴い、当駅との間の運賃が安くなる区間が生じた。その場合には運賃を値下げするとともに、定期券、回数券は無手数料で、払い戻しが行われている。逆に、 当駅と新橋島駅との間の駅においては、運賃が高くなる区間も生じたが、この場合は、運賃は、末置きとされている。旧駅跡地は大部分が、歩行者、自転車専用道路に転用された。単式一面一線ホームを持つ、地上駅で、駅集中管理システムが導入された、無人駅である。竹花線、橋島線の駅では、名古屋本線の駅でもある。 笠松駅に次いで利用者が多く、竹花先端独駅では、最も多い。友人駅の橋間市役所前駅をも上回っている。西笠松駅や内津駅の間には、東須賀駅、東柳津駅が存在した。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、川島慶像、東海道ライン全線、全駅。 全配線台五貫名古屋駅、米原エリア、P16、高段車、2009年7月、ISBN978 から40億6270万153、令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書、名古屋鉄道、2021年8月12日閲覧、名鉄120年市編纂委員会事務局、 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。西穴内図駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。